皆様、本日はスペシャルゲスト、こちらは米国認定ヒプノティスト、シエリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとシエリさん、私ヒプノティストって初めて聞く、あ、初めて聞くか、よくは聞いてたんですけど、はい、なんせ初めてなので、はい、つまり、対抗サイン、前世療法、必ず前世療法というわけじゃないんですけれども、うん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 、私の得意としているのが、うん、まあ、前世まで行っていただいて誘導して、そこで潜在意識というか超意識とアクセスするっていうことをやっています。ということは今日私前世まで連れて行かれるってことですか？行っちゃいますね前世まで行ってきますということで、今日ちょっとシエリさんに前世療法の方をお願いしております。じゃあ楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。深呼吸を3回してください。時間と空間を飛び越えます。何が見えますか？どんな景色ですか？ジャングルみたいです。あなたは自分の名前が分かりますか？ターザン？うん。あなたは男ですか女ですか？ヒゲ生えてます。男だ。うん。何歳ですか？34。それでは大事なことが起きた。そこに行きます。いいですか？あなたはこのターザンとしての人生かもしれないけれども、うん、別の前世に飛ぶこともあります、うん、全然違うものが見えてもそれは大丈夫です。今の人生を理解するのに大事な場面に飛びます、うん、いいですか？何が起こりました？東京タワーですね、うん、でもどう見てもニューヨークの港ですよ、ね、ニューヨークの港？港はニューヨークね、はい、そこであなたはどんな体験しましたか？大事なことが起きたその場面は飛んでますね。空を？なんかでも何かやらなきゃいけないみたいです。あ、なんかね、伊賀のね、忍者みたいだったんですよ、私だけ、で、忍びのものだみたい、うん、その空飛んでるの？空飛んでるのは名前がわかるの？なのになんか忍ぶみたい。忍ぶ、うん、忍耐の忍ってみたいね、うんうん、だから忍なのかしら、忍ぶなのかしら。男性女性？男性。男性。何歳ぐらい？10歳っぽい32歳みたいな感じ、うん、なんか任務があるの？任務があるみたい。何か届けなきゃいけないみたい。高校の忍さん、うん、巻物みたいなものを誰かに届けなくてはいけないみたいな。その巻物は何か開けちゃいけないの？うん、いけないみたいな。いつも開けないのね。開けない。なんかあのデリバリーの人みたい、配達員みたいな、うんうんうん。その巻物はなくしてしまったとかそんなことがない。いや、しっかり持ってます。しっかり持ってます。今じゃ何も悪いことは起きてないのね。起きてないです。うん、まだ届けられてない。届けられてない。で、届ける途中？誰に届けるか分からない。誰に届けるのか分からない。じゃあそれ届けてって言われたところまで戻りますよ。いいですか？はい。はい、届けてって言われたところに戻りました。誰に頼むか？ポストオフィスのボス、上司みたいな。ポストオフィスの上司、ちょびひげのボスに。これをって。誰に届けてって言われた？届け物なのに自分のものなのかな。渡されただけみたいな。渡されただけ？もう誰かに届けたいみたいなんですけど。じゃあその翌日に行きますよ。いいですか？あ、今も、はい、今どうしてますか？その巻物どうしたんですか？まだ持ってる。まだ持ってる。届けてない。1週間後に行きますよ。いいですか？はい、はい、なくなってる。探してる巻物をなくしちゃったのかな。ちょっと探してるってことはなくしたんだよね。そうだね。じゃあ、な
ぜ亡くなったか、その場面に行きますよ、はい、大事なことっていうのはそのことかもしれないので、はいはい、あなたはそれを全部見ます。はい、どうしました。誰かにぶつかった、誰かにぶつかった、ぶつかった拍子にどこかに行ったみたい。探した、探してる、探してる、でもなぜか見つからないの、ね、見つからない。それって場所どこかな、その場所、ぶつかった場所。ウォールストリート。ウォールストリート、それって上司からもらった何日後の話。いつかも、うん、上司はに怒られる、別に怒られない。まだ探してるか、ら見つからなくて上司のところに戻らないみたい、うん、それで、それでどうなった。まだ探してるみたいですけど、巻物を、うん、でももう職場に行かないみたい、うん、じゃあ巻物をなくしたことであなたの人生は変わったのね。そうみたい、うん、どんな風に変わった。なんか泣き物、巻物がなくなって、うん、やばいって思って失敗したの、困ってる、うん、自分が、うん、それともその自分が、自分がなくしたこと。上司には聞いたことないの、これは一体何だったのって。聞かなかった、うん、今あなたはそのことをどう思いますか。まだ探してるみたい、うん、見つかると思って。あ、見つかるみたい、見つかるみたい、うん、あ、じゃあ見つかったところまで行きましょう。いいですか。はい、どうですか。あったあったあった、あったって言ってる。そしてそれをどこに届けるの。なんか自分のものみたいです。履物が石板に変わってる。なんて書いてある。それは難しい文字で読めない、うんうん、あ、英語、何、日本語、うん、もう暗号みたいな、うん、ヒブルーみたいな、もう見たこともない。ヘブライ語みたいな、うん、自己主は何のために来たのかな。仕事はどうしました。 戻った。戻らない、戻らない、戻らない。あ、なんか老毛法王に渡すみたい。うん、じゃあとっても大事なことが書かれてるんだね。そうみたいです、でも私には読めない、うん、うん、じゃあラテン語、ラテン語だね、老毛法に渡す。そうそうですね、あなたはどうやって老毛法王までのところまで渡せるの。あの、一般の人は会えないじゃない。あ、そうなんですね、でも歩いていくみたい、歩いていくみたい、うん、じゃあ渡したところまで飛びますよ、いいですか。はい、はい、ローマ法に渡しました。なんて言われました。ありがとう、ありがとう、うん、待っててくれたみたい。ちょっと時間かかっちゃってなくしちゃったから、ちょっとすごい喜んでる、喜んでる。どんな、何に、何だろう、それ。なんかね、世界を救ったみたい。みんな喜んでる、みんな、うん、うん、みんな大衆、大衆が、うん、なんか新聞ってその時あるのかな、新聞に何か載ってる。あ、翌日ね、新聞に届けましたって、うん、うん、したら何が救われたの。世界は救われたって。うん、世界は、世界が救われた、うん、どんな風に。それは詳しくない。何かの攻撃を防いだみたい。うん、何歳くらいだっけ。ね、34歳。あ、さっき聞いてた、さっき10歳っぽいけど32歳って言った。あ、そのぐらい、そのぐらい、うん、結婚してる。結婚してない。なぜ。出会いがないから。なんかそれを続けなくちゃいけなくて。長いだろうって言ってたみたい。旅は好きだった。旅は楽しかった、楽しいというかいろいろあったみたい。
を届けるのがやめたなんて思わなかったのね。思わなかったみたい、うん、そしたら人生最後に行きますか。いいですか、はい、はい。その人生最後の日に行きます。どこにいますか。部屋の中、部屋の外、部屋の中。どこに。ベッドの上。何歳ぐらいですか。78ぐらい。78ぐらい、うん、どこが悪かったの。それともだんだん老衰。うん、老衰みたい。随分痩せてる、うん、周りに誰か人がいますか、うん、あ、奥さんみたい。家族、奥さん、うん、奥さんのこと全然言ってなかったね、話。奥さん、なんて名前、うん、奥さん、マリアだった。マリア。自分はジョージだった。うん。結婚は、何歳の時知り合ったの。34歳よりも。40代みたいです。うん。子供はいる、うん、子供の家にはいないんですけど、うん、いたらしい。いたらしい。うん。子供の名前は、あれって男の子で、リョウって言ってる。リョウ、うん、うん。あ、レオだって。レオ、リョウって、レオだ。うん。一人だけ女の子もいる。女の子、うん、ニカだって。幸せだった、この人生最後で、この今の。幸せそう。幸せそう、うん、うん。じゃあ人生何か思い残すことはある。この人生をどんな、あなたにどんな学びを教えてくれた。最後まで諦めずに成し遂げた、うん、届けられたからすごく思った。うん、成し遂げたのね、うん、何か思いやりが足りなかったとか、なんかそのようなことは特別なかったのね、うん、特に、うん、愛で溢れてた、うん、なんかでも自分のことしか考えてない感じ。自分のことしか考えてない、届けることが精一杯で、他のことを考えてなかったみたい、うんうんうん、じゃあ家族に愛情があんまりなかったの。いや、ないとはないと思うんですけど、うん、奥さんにもう任せきりだったのね。でも奥さんをよく支えてくれてたみたい。この奥さん、いい奥さんだった。とってもいい奥さんで、うん、だからなんか悪いなみたいな、うん、はい。それではこの、その体から出ます、うん、いいですか。どんな感じですか、死んだ感じは。